はい、えー、皆さん、どうもこんにちは。えー、朝聞いてる人もいますね。おはようございます。こんばんは。はいということでね、えー、私、あのレック弁理士・便利子の専任講師、宮口聡でございます。はいで今日はね、あのー、私の右側に、えー、いらっしゃいますのは、2019年度、便利試験。 えー、に合格いたしました。ああ、マツダさんです。あどうも今日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。ね、まあしかもですね、あのー、宮口クラスの、えー、一発合格者六、えー、名出ておるわけですけれども、えー、そのうちのね一、えー、人ということで代表選手として来ていただきました。はい。まあ本当はねあの全員来ていただくとよかったんですが。 あの松田さんが、ね、もう代表選手ですから、ここは一つ、よろしくお願いします。えーはい、あのー、では、ね、早速なんですが、はい、今日うは、ね、合格者座談会ということで、ねあのー、質問事項を、ね、いくつか用意しておりますので、はい、まあ答えられる範囲で、ねうん、あの答えていただければと思いますので、はい、分かりましま、えー、よろしくお願いします。 じゃあまずね最初の質問なんですが、はいえー、いろいろですね資格あると思います。あの司法試験会計士、商書士、まあ税理士、行政書士いろいろありますよね。はい、でそんな中ですね、えー、弁理士を目指そうと思ったきっかけ、はい、これをねお聞かせいただければと思います。え私は大学時代、はい、あの理系でしてあ理系はい理系出身なんですけれども、はいうん、あのまあその時に弁理士という資格自体は、はい あの知ったんですが、まあ、のどんな仕事なのか全くこう想像がつきませんでしたので化、うんはい、学メーカーで技術営業をやったりですとか、えー、まあその後ちょっといろいろとありまして、はい、あの転職を機に、はい、あの昔ちょっと憧れていたその特許業界というものに入ってみようということで 2>,、うんはい、2年前にですね今の特許事務所に あの転職いたしまして、あそうですか。その時はじゃ受験する、はい、もう前に転職されていたんです,、ね、ですね。はい。で、はい、まあその時は全くでも弁理士を目指すっていうのは考えておりませんで、で今もあの国内の事務の仕事をしているんですけれども。ええはい まあその中で、ああ弁理士さんというのにあの初めて出会って実際のお仕事をこう見ていく中であの以前の,そのメーカーで勤めていた時のあの業界にかなり近いところをたまたまあの今の事務所でやっているということと事務ああの,の仕事もすごくやりがいはあるんですけれどもその内容的なところですとかまあそういうところの業務の幅を広げていきたいなということであの弁理士を目指すことにしました。 あの一つ気づいた点がありましてですね、まあ、大学時代理系であの科学系ということだったんですがちょっとあの松田さんの,です、ね、あのこれまでのちょっとキャリアが載っているんですけどこ,の、ね、合格あのこれね入門パンフレット、あ同,じ同じですね <laughs> 背,背景のやつを、ね、これに載っている松田さんの,この、ねえー、キャリアを見ますとなんと私と同じなんですね、えー、慶応大学理工学部応用科学科。 ね、これもしかして研究室は違いますよね。研究室は違いますね。あはあの応用化学の中でもどんな分野をやってたんですか。<laughs> ええとですね、界面活性剤ですとか、はいえー、まあそういったことを研究する。そうですか。界面、はい、活性剤石鹸ですか。はい、石鹸とかにあのそうですね。えー あとはいろんなこう医療分野とかにも使われていたり、まあただ大学院までは進まずにあの学部を卒業して、学部卒業でね、就職されたと、あその辺も私と一緒ですね。私もあの理工学部応用科学科いたんですよね。まああの大学教授の仲が悪かったこともありましてね。とてもあの大学院に進学する気はまあもうとはありませんでしたね。はい。はい。まあそんなことでねあのこう 松田さんね、まあ、そういう意味で私とこう同じ大学同じ学科ということでこれもね奇遇なんですけども今ね特許事務所に転職したことをまあきっかけに、はい、あのより一層知的財産の業務の幅を広げようということで、まあ、弁理士を目指そうと、はい、まあそういうことですよね。で当初はあの事,務事務の仕事から入って、えー、でまあこの合格をきっかけに、まあ、おそらく今度は あ特許技術者というかね、はい、いわゆるあの本来、弁理士本来の業務である明細書、まあ、そういったところの修行がね、あのおそらく待ってると思いますから、はい、まあ一つ、今、ちょうど研修も忙しいと思いますけど、そうですね,ね研修を礎にね、はい、よりあの一層ね精進してもらいたいなと思いますね。結局ね研修でもも何も身につかないですよ <laughs> あこれはあの本当にね、あの同期の輪を広げると、<あ>これがね、重要です。 あの研修で立ってね、実務能力はね、身につきません。どうすれば、身につくか、これはね。もうお客さんから、あの知った激励というかね。怒られながら。で。あの、やっぱりこう。お客さんもね、今ほら、知財部のお客さんとは相当やっぱり目が超えてますから。まあ、そういったその中でね。あの、鍛えてもらうというね、ことも。あの重要だと思います。その中で、やっぱり。そう、怒られないように頑張ろうという。 気持ちで頑張っていけば、はい、必ずね。一流の弁護士弁理士です、ね。<laughs> 弁理士になれると思いますんでね。<laughs> はい、はい、さあ、それではですね。あの2つ目の質問なんですよね、えー、弁理士試験はね。本当にあの難関資格です。もう今や、えー、でそんな中ですね。あの独学っていうより、やっぱり予備校を利用すべきだと思うんですけどもまあ,数あるまあ、予備校がある中で。 あのレックを選んだ理由というのはどんなところでしょうかねはい、はい、えっとまず身近で、うん、あの弁理士を目指している方がおりましてその方がレックをすごく進めてくださいました、えー、で、あとは今の特許事務所があの新宿なんですけれどもあそうですか、はい、もうまさに新宿エルターの、はい、そばであるもうすぐ近くなんですが、えー、まあそちらなのでまずは新宿の先生ということで、うん、まああの一度 あの体験授業ということで、あの5月半ばくらいあ、5月ぐらいでしたはい。そうなんです。意外と遅かったんですね。遅いんですかね。早かったんですけど。は4月開校なのに5月来て、ああ、そうですか。これはあの非常に貴重なご意見ですね。5月に来ても間に合った。そうです本当早い方言ですけどね。ああ、でもすごいです。はい。 でまあ、宮口先生の授業を体験授業ということであの受けさせていただいたんですけれどもあの本当に想像していた授業と全然違いましてどちらかというとこう、はい、座学というのがあまり得意ではなくてまずかなり長時間な授業だったのできちんとこう受けてきあの聞いてられるかなっていうのが一番心配していたんですがああまあ先生の授業は本当にパワフルで。 あのもう衝撃を受けたと言いますかあの面白かったんですねありがとうございます <laughs> なので<ー>あのもうこの先生についていけばきっと間違いないんじゃないかとなんとなく直感しましてす直感インスピレーションですね <laughs> そうですね大事ですよインスピレーションねやっぱりでそこで決断なさったとそうですねその日のうちにもう申し込あその日のうちにうやっぱりあれだねあの一発合格者っていうのはね決断力ありますよね <laughs> あの今日ちょっと私ねよくあのガイダンスで配る資料があるんですけどねやっぱりあの合格一発合格する秘訣は何ですかと言われた時にもうこの言葉なんですよねこれですで松田さんもその5月に来てちょっと遅ればせながら私のガイダンスに出ていただいてねもうその日のうちに決めていただいたと、はい、やはりねそういう方が受かる傾向にありますこれ私も20年近く教えてますけどねでねああでもないこうでもないっつってね 迷って迷うことも大事なんだよ。ね、あのあんまり後先考えずにやるよりはね。でもあの結局ね、ああでもないこうでもないちて迷って結局何も一歩を踏み出せない人っていうのが実は一番つまらないです。<laughs> だからそれよりは私はね後先考えずに何かをやる人の方が成功すると思ってるんですよ。だからやっぱり思い立ったら期日やないけどね、一歩前に踏み出してみるっていうことが あ合格の秘訣人生引いては人生のね成功への秘訣やないかと思いますねはいあそういうことであのレック選んだとありがとうございますねであのまあ私もですねえー、まあもともとそのレックでね、まあ、教えるっていうことがその、まあ、予想しなかったですね私もね便利週かってね やるのかなと思ってたんですけど、まあやってますけど実務をね。ただあのまあレックでまあ当時ねあの今ほど受験生は多くなかった時代にあって、まああの成績は多かったんですよレックでねたまたま。うん、まあそれであのお声がかかり、えー、教団に立ってみないかと。うん、で早い二十年ですね。<laughs> <laughs> そんな感じです。はい。さあ。あ とということで、ねまあ、あの松田さん、えー、いろいろ数ある予備校の中で、ねまあ、レックに来ていただきましたけれどもあの実はです、ね、この一発合格者あ全国でどのぐらいいるかというとです、ねまあ、あの合格者は、ねえーまあ、300人以下あ200人台ですけどもあ一発合格者は、ね、19人なんですよね、全国で。 でそのうち、なんとレックの合格者、レック入門合格者はなんと18人、だからこれ、あのこれね、実は、ね、あの5分の4が5人4人があの初学者向けコース出身2017から19初回合格者ってありますけどね、これ非常にこう控えめな数字なんですよ、実はね。控えめというか まあ誰から突っ込まれてもこう跳ね返せる数字なんですけど、実は十九分の十八って言ってもいいんですよね。まあそのぐらいまああの実績を出せるということなんですね。まあ選んで正解だったということですね。はい、はい。じゃあですね、まあ次にあのー、まあ三つ目の質問ねさせていただきますけど、はい、まあ実際に学習を開始してメレックのカリ,クカリキュラムですね。それからまあ講師私ですけども。 あと教材テキストですねまあこういったものについてどうでしたかねそうですね、うん、あの、まあ、特許について、まあ、実務はしていたんですけれども、はい、やっぱり勉強となると全く違いまして、まあ、ほぼ一からみたいな感じだったんですけれどもあ,<ー>あのレックのカリキュラムはなんかの3段階であの、うん、まず入門講座。はい でその次に論文の基礎力完成講座でその後に担当の基礎力完成講座という3段階に主に分かれているんですが、まあ、入門でまずこう全くわからないところからあの優しく教えていただいてでまた論文担当とあの同じような内容なんですけれどもちょっとずつその深掘りをされていくような形だったのであの、まあ、最初ちょっとわからないまま進めて。 進んんででしまっったた部分もあったんですがあの最終的にはあの分かるというか腑に落ちたというような感じで、うん、あの知識が定着していきましてあ,、うん、あとは先生の授業が私はすごく合っていたんですけれども語呂合わ, <laughs>、はい、わせが私は結構好きでしてかなり覚えることが多いんですけれどもやっぱりあの語呂を覚えておくと、うん パッと取り出せるというか、<ー>その知識を取り出すことができたので、うん、まあ,あの担当もそうですけども論文ですとかすべてのあのあと口述もですね、あの本当に役に立ちました。あそうですか。はい、ありがとうございます。まずあの松田さんが言っていただいた一つ目の点なんですよね、まあ、あのカリキュラムこれがあの入門論文担当という順番で。 これは非常にもうトラディショナルなあどんどんこの熟成を帯びてるというかねどんどんこう安定してきてるだから下手にねいろいろこう変えずにですねいいところはそのまま生かしてるというところはねこの入門講座あー、まあ、あのこのコースですねこのパンフレットにもありますけどこのコースがもうやはり登竜、えー、門であると。 えー、一発合格なり短期合格をするための通り問題であることはまず間違いないですね。えそしてあのテキストに関してもこれはあの非常にやはりいいところはあそのまま生かし、まあ、悪いところはこう修正してより良いものにこう進化させているというところが、まあ、このレックテキストのいいところです。あの下手に、ね、大きく変えないいい、ね、やはりここれまでのいいところを活かして まあ例えば再受講するような方もいらっしゃいますんでねそういう方もこうずっと同じスタイルでこう続けられるようになっているところが非常にこの REC のカリキュラムの非常にこうプライオリティのある点ではないかなと思いますね。であのさっき私の方でねあのあ私の講座の特徴としてあの、まあ、語呂合わせっていうのがあったんだけどもあの、まあ、私のですねこの一、まあ、つの売りである えー、これあの、ね、パンフレットにも載ってたりするんだけど、えー、あのこれね昔から、ね、これを意識してるんですね私ね「右脳とさの50対50」というね、えー、前後重量,重量配分50対50はまああの BM ですけどね「あのう対さの50対50、ね」まね、あ、これで言ってるんですけどもあの結局ですねあのこういう。 この少子化をはじめとする資格というのはね油断しているとほぼ100%才能で勉強してしまいますそうすると非常に効率が悪いなのでやっぱり蛍光ペンですねなんか蛍光ペンこれ後で出てるんですかなんかあっで,ですね。いつかあ,あ,あ,あいいですよあのタイミング <laughs> 蛍光ペンカラフルなね、はい、そうですねあの勉強したき、はい、あの痕跡が残ってますよね <laughs> <laughs> まあいいですよあの後で出しなさいそすは、ね、はい。はい <laughs> それであのあと語呂合わせっていうのが、はい、あの特徴的だということなんですが、なんかこう,う、ね、印象に残ってる語呂合わせってあります？私あの<え>本当に語呂が好きだったので、そうですか結構当初から語呂ゴロ、えー、だけをまとめたなどとか作っていたんですけど、えー、素晴らしいですね。字もうまいですねこれ。<laughs> えー、ああそうですか。セシオ優優モはドだね。うんはい これよく出ますよね人間七神業として実際できない大園相当がね <laughs>、はい、後半項目含むし書ずるいね情報伝売隊。<laughs> それ好きですね太ってたものが見得るようなほう <laughs>、えー、取り脚挙さ深刻定習慣不作定しこさなし後女両属声が外ね。<laughs> いいですねいやこれねいやこれやっぱり一発合格者ならではの秘伝の音ですねこれはね <laughs> <laughs> えー、ちょっとだけ見せてもいいですか、こんなイメージですよね、はい、いや素晴らしいですよ、ほらこういうい、ね、手のひらサイズというか手よりも小さいぐらいの、ね、いやこれはいいですね、満員電車の中でも見れるわ、これやはり工夫されてるんですね、あ分かりました、これやっぱり受かるなっていう感じですよね。 あ安心健康除来園隊なかなか渋い頃合わせを抑え取るねえー、文章いい書書とかねえー、まあ何言ってるか多分聞いてる人分からないと思うんですけどねまあ受講していただければね分かりますよあ午後の任務ね午後の任務を忘れるなですねはい <laughs> いや素晴らしいですねはい まあそんなことでね、まあ、やっぱり、まあ、私の授業の、ねまあ、特徴、それぞれみんな先生方、特徴があるんですけど、まあ、あのやはり松田さんが成功した理由はね、まあ、ガイダンスしっかり出て、その自分のに合った、ね、この講師を選んだっていうところですよ、ね、みんなみんな、俺が会うとは限らないけど、あのまあ、会ってたとこれで,、ねでね、あの一発合格を手にしたわけですから。はい これはもう間違いなかったということですよね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあですね。次にあー、まあ、4つ目の質問になるんですけどね。はい、まあやっぱりあの弁理試験というとね。まあ、な長丁場ですよね。まあ、普通まあ、34年45年かかる試験とも呼ばれてますからね。まあ、そんな中、やはりあのモチベーションがねこう維持すること。 スランプ、空腹そういったところがやっぱりクローズアップされてくると思うんですけどその辺の工夫といったところについて聞いいいてよろしいでしででょううかはそす私はもともとそこまでこう真面目な方では多分なくて、うん、あの生徒としてもこう模範的な生徒とはちょっと言えなかったかもしれなくてあ、えー、あの結構こう朝も弱いので毎週土曜日 あの10時にちょっと出てくるのも結構つらい時も、うん、あ仕事よりは遅いんですけど、まあ、それでもやっぱりあの仕事の疲れとか、うん、いろいろあの体調が優れない時ですとかもあったのでそういう時もでもあのウェブを活用したりですとか、うん、あの結構すぐにあのウェブに次の日の午前 くらいにアップされてあの例えば土曜日休んでも日曜日にはあの追いつけるっていうあ<ー>まあ自分でそこはあの管理をしていたっていうところとあとはあの勉強場所ですね。はい

リフレッシュしながら、はい、あの、まあ、本当に思い切って温泉旅行に行っちゃって。あ、そうですよ。温泉旅行もできるんだ、<laughs> 実は。はい。えー、で、まあ、そこで勉強したりとか。はいはい まあちょっとこう工夫をしながらあの飽きっぽいのでやっていました。ああいろいろこう環境を変えながら、その飽きないようにする工夫ですね。なんかそれがポイントのような気がしますよね。で時々あの温泉巡りも取り入れたりしながら、あそれ大事ですよね。まあ全くただ勉強しない日っていうのは作らないというのをまあ自分の中のルールにしていて、まああのまとまった時間ではなくてもこう通勤時間とかも含めて、まあ全く勉強してない

あのちなみにあの通勤時間はなん何時間というか何分というかどのぐらいさそうですねそんなに長くなくて片道四十分ぐらいですね、ええ、歩きも入れてそれぐらいなので、ええ、結局電車は三十分あるかないか、うん、電車の中でも勉強したりしましたそうですね<ー>電車ですとかあと待ち時間ですとか、ええ、もう本当に空き時間を活用することはかなり工夫してやってるとこ間、ええ、切れの時間をね、はい、有効活用していったということですよねはいああそうですかでもねこの ファーストフードとかそういうファミレスとかでね勉強するのは私もそうだったんですね私も受験時代ね、うん、まああの田舎あのいわゆる地方の方で勉強してたんですけどもねあの地方のファミレスってね大体あの知り合いがみんなこう家族でこう食べに来たりするんですよだから恥ずかしかったですねなんかこう家族連れでこう来てる連中がいてねあいつ何してんだみたいな感じ見られてねでしかもほら今あんまり長時間いると 店員さんがね、こううねプレッシャーをかけに来たりとかいう噂もありますわ、ね。噂はね、い。ありますね。その辺は大丈夫でした。本当。その辺が来る前にちょっと。っとね、次に移ると。移るとか、<laughs> ちょっと空気を読みつつ、はい。ということですね。あ <laughs>、はい、賢いですね。それはね。ちょっとこう、あの余計に頼んでみたいな、ね。そうですね。はい、えー。あ、それは重要ですよ。あ、本当に、やっぱり工夫してね。あの、いる人は、早く受かりますね。 あのー、成績はねやっぱりこう伸びないこともありますからねこ勉強をするとね、まあ、だからそんな中、あのー、あまりこうくよくよしてもしょうがないわけだからいろいろこうリフレッシュを図ったりしながらなんとはね持ちこたえたっていうところが、まあ、勝因でしょうねはい、えー、それではですねズバリ2019年合格、まあ、しかも一発合格されたわけですけどその決め手になったのはね だと思いますすかそうであ先ほど申し上げた隙間時間っていうのは一つあると思うんですけれどもその活用の方法として先生が授業中にこれは大事だというのをいくつかおっしゃっていたと思うんですけれどもそれはもう必ず授業中に付箋をつけてですね帰りの電車で見たりですとかあとはちょっとあの。 <laughs> そしたら、ね、それ見せたいね、うん、ちょっと見,いい見せようかチェンジするこれですよねおこれすごいね,、うん、ねあのラミネートしたんですけど、えー、素晴らしいですよこれそうこれ手カってるけど <laughs> あの水に濡れても大丈夫なねですパウチでやってるんだねあの授業中にそういうやり方をされている方がいるのをちょっとしてかそ,その人も多分一発合格しませんかしている。 かもしれないです。多分、えー、やっぱりこの勉強をやってる人一発合格してますね。<laughs> えー、素晴らしいですね。裏面もね。はい。お風呂に入った時に見てました、えーえー。あ、お風呂でもやって。はい、そうですね。素晴らしいですね。これね。ちょっとこれあの、はい、私のもともとレジュメなんだけど、それをさらに。パワーアップさせてますね。自分なりにこの松田さんがこう赤入れして。補ってるわけですよね。そうですね。これいいですね。これあの、審判系苦手な人非常に多いんですけど。 その私がのベースとなるレジュメありましてそれを自分なりにこうまとめてると勉強しやすいようにねこれはねすごいああうねし向こう審判非常に複雑ですもんね一番複雑ですからねで裏目いくとあの皆さんの苦手な PCT ですね特許協力条約これあれでしょやっぱりこのこれをやるだけでも PCT ね何本かこう取れそうな感じになってきますからね えー、素晴らしいです蛍光ペンもね豊富だしね <laughs> いいと思いますよはいそんな感じでやはり私がこう重要だこういうのをやりなさいみたいなのをね率先してやってくれてるというところがやはり合格の秘訣かなという感じしますねえー、はいさあそれでねまああの私の方からねこの意外とこう順調に来ましたんで ちょっとまあ最後の質問になっちゃうんでねちょっと私がこう印象に残るう話をしたいなと思います印象に残るっていうのはあ印象に残ってる話ですかねあの正直ですね、まあ、あの松田さんね、まあ、あの一発合格して、まあ、素晴らしいんですけどあの年内年内はですねそんなに目立たなかったんですよ全<然>、えー、そうですよねであの実はその年内に えーまあ、一発合格者6人ぐらいいるんですけど、えー、2人ぐらいはですね本当にこれはあの受かるなっていうもうさ当初からこう予想できた人がいたんですけどあの松岡さんはですね実はその, <laughs> その枠外だったんですよね。でそれは別に悪いことではなくてその、まあ、5月から始めたっていうのもあるからおそらくその1月とか2月とかに申し込んで。 先取り要請なんかをしてる人からするとやっぱりもう歴然とした差があるわけですよね。でそこからこうなんていうか頑張ると1月2月から頑張ってる人はさらに頑張るからこう差がなかなかね縮まらないまあでもそんな中おそらくどこかで逆転現象が起きておそらくあの年明けぐらいからねなんかこう受かるぞみたいな感じが出てきたと思うんですけど、うん、そういうのをなんかちょっと予感したみたいな。 ターニングポイントってありますかね。そうですね。あの本当に年内はあの皆さん多分一週くらいはあの担当の過去問ンやられてたと思うんですけど、なんか頑張ってたんですけどなかなかやってもやっても終わらなくて、でそんな状態で、担当の過去問ン、カコモンの、はい、やったんですけど、担当の過去問はどういうなんか交差でやったんですか。それともなんか問題集かなんか使ったんですか。両方使ってましたね。あの先生の担当レボリューションああ担当レボリューションってやつ使っ ますすよあ、はい、ありがとうございいなるるほどねねねれ結構、ね、受かる人多いんですよ、ね、ちょっとあの知らない人もいるからね「担当レボリューション」っていうのはこういう講座でしてねあの弁理士受験会で最も気合の入ったまあ担当学問対策講座なんですけどね、うん、まあ、それ取られてたとそうですねわ、えー、かりましたそれであのまあ、ちょっとあの、うん あれですよね、量が多いから、はい、1>, あ1回ぐらいはやれたんですかね。いや1回も全部割ってなかったんですよね。1> 1 でそんな状態で年明けに、うん、あの先生の作られた問題の担当と同じ時間で同じ問題を解くという新春の模試、ねはいお正月あの頑張っていったんですけど頑張って望ん, <laughs>、はい、んだんですけど、ええ、全然結果がよくなくて。あそうです何点点らいでした60点中。 いや、ひどかったって。いでしょう、もう。え、何点だったかな。二十点とか。なんか、ひどかったんですね。多分。十点で二十点超ったら、まず受からない点数ですよこれね。はい、多分、それぐらいだった気がします。そこで、なんか、ある意の、急に火がついたよな。そうですね。もう、そこで。まあ、かなり落ち込んだんですけど、その日は。ただ、まあ。 うん、これはちょっと担当に絞って頑張んなきゃいけないのかなと結構論文の勉強好きだったんですけど、えー、論文の方が好きだったんですかあの自分としてはそうですね、えー、ただやっぱり担当に受からないと論文受けられないっていうのを先生思、ねえー、うんですよねやっぱり担当に受からないとねまあ、はい、甲子園と同じで予選落ちみたいな感じになっちゃいますからね、はい、担当頑張ろうとそうですね、えー、そこからもう本当に方向をこう決めて、ねはい、もう担当一本に。 絞ろうとう、ね、年明けぐらいその1月2日のあとか,、はい、から担当だけああであの逆算をして、えーまあ、試験の日がいつっていうことで、えー、そこまで何週やりたいっていうので、うん、あのスケジュールを自分で組んで,、えー、でそれをあの必ず毎日何問っていうふうに決めてああ解くようにする、えー、してあ,のあとはもう間違えた問題をひたすらやるっていうので。えーああ それで実力がついていたような気がします。ああそ,すかそれで担当受かりました。うんはい、何点ぐらいでしたっけ？担当40何点だったか、43か。あ,あ、43ぐらい。はいはい、まあまあですね。まあまあだと思います。あのだいたいボーダーがね、39ですから、はい、あのプラス4ですからね。そう、ねうん、まあまあいいかなとね。<laughs> ええー、九大点はつけられるかなと。私としてはやっぱり40仕点以上というのは本当はいいんですけども。 まあ結果的に受かってるわけですから、最終合格ね。<laughs> はいえー、そうです、ね。であとね私ね覚えてますよ。で無事担当に受かって、はい、なんか俺のところに相談来ましたよね論文の、はい、あれ覚えてますよ。はい、なんか担当に受かったのはいいけど今でもなんか論文あんまりやってなくてね, <laughs> ねちょっとピンチなんだってで、はい、相談に来ましたよね。はい。はい その辺どうですか。その辺どうどういう感じで。そうですね。もう担当は次の日に結果というかあの答えが分かるので、そうですね。自己採点をしたらななんか受かってるかもっていう風になって、まあそこから一ヶ月半しかない中でどうしたらいいんだということであの来ましたらあの山論文山ごろという山ごろ、講座を進めていただいて、これですね山ごろ。ええこれ。 えー、山手と語呂合わせをね、はい、合,わせ合わせての講座だねこれ取ってよ別、はい、そこでこう一気に何が良かったですかこれ。あの本当に焦ってしまうというか、うん、日々何をやったらいいか分からないようなもうやることも多いですし、えー、まあただ過去問をやるっていうだけでも過ぎてしまうと思うんですけれども、うん、これをやったことであの過去問以外の問題で型が身につくんですよね。で結局論文をこの語呂合わせで やるからね、事業権限特許制度はね <laughs>、あのー、違法不編有別法取りとかねいろいろありますもんね。はい、で型紙につくとそうです、ね、論証もね、あのー、語呂合わせで何でもかんでもね乗り切ろうというねちょっとまあ邪道な講座なんだけどもうそれで先生にこう「<ー>この日は何をやりなさい」っていうのを全部、えー。

まあ私が教えたものがそのままあの別の採点者で評価されるかというとちょっと別問題なんだけど信じていただいて、ねはい、それであの本試験に臨んでね、まあ、結果的に受かってで、あのー、担当試験の点数はさっき44点だと聞きましたけど、はい、論文がどんな感じでしたか。のギギリギリでした 平平均点が平均点点ががとか、うん、55ああちょっと厳リギですね <laughs> これはね聞いてる人分かんないかもしれないけど論文単刀は60分の39が合格であの1科目でもあの4割未満が1科目でもないことが合格の条件なんですね。で論文っていうのはあの4科目の,あの合計点が400点なんですけども、えー、5 4る4 ということは二百十六点ですよね。はい、だから四百点中二百十六点以上が合格です。ええ、でそれをさらに四で割ると五十四。二百十六を四で割るとね。ええ、で平均点が五十五ですから一応乗っかってるということですよね。ギリギリです。はい、であの一つでも足切り科目四十七点未満がないことなんですね。ええ、特実は四十七かける二だから九十四未満。うんうん 94未満が1科目でもないことという感じです。ね、まあ論文まで突破すればね今あの口述はねほとんど、ね、受かるから、まあ、安心なんだけどえー、そ論文が終わって何か対策してました講そうですね口述、うん、皆さんが多分論文終わったぐらいから、うん、選択科目は 情報処理を秋に受けて応用情報応用情報そうですね技術者受けます四月と十月ぐらいのバージョンがあるわね年齢二回はい十月十月の方で受かったバージョンで受けましてそれはいつ受かってましたあの入門講座が四月から始まりますわねはいでその五ヶ月後の十月はいあそこでもう受かったそうですねもう十月の手前その 応用情報の手前は逆に授業よりも応用情報の方にああそれ良かったね結果をおらいだねだから便利試験のは若干パッとしないそうですねそれもありましたねいやこれは本当ねそんな目立たなかったですけど本当ねんかやっぱり担当に受かってこう調子づきましたねいい意味でそうですかね私の通りも相談来てねそれを忠実に守ってくれたから それでも一気に、はいねうん、だからあのプロ野球と一緒だよね大体 <laughs> リーグ優勝するとあの日本一になれないけどあのリーグで、まあ、2位か3位でクライマックスで勝ち上がって、うん、その勢いで日本シリーズみたいなねなんとなくそういう感じじゃない勢いできたぞ <laughs> みたいなね砂渡りです本当にね、まあ、でもそれもまた実力のうちやからねはいじゃあちょうどいい,かいい時間になってきたわ最後の質問いこうか、はい、最後になりますけどね <laughs> 今後の目標ね。はい、まあ目標ってもなんか抽象的な感じだけどね。はい、あと弁理試験をこれから受験しようとする方々へメッセージをお願いします。はい。はい、ええー、まあまだ受かってただ受かったというだけのみなので、うん、あ,あの本当に実務であのきちんと。 あの活躍とい,と言います,かするには本当にこれからが大事だなというふうに思っておりましてただかなり便利試験で学んだことっていうのは本当に実務に直結しているので、まあ、本当に日々勉強を怠らずにいつかお客様の本当にお力になれるような便利試になりたいなとあと語学もちょっと頑張りたいなという語学、はい、<laughs> そうですね。英語と 常々言われております。そうですね、<laughs> やっぱりあの、はい、宮内クラス出身の合格者ってね。はい、あのー、意外とこう実務会で活躍する人が多くて。このパンフレットにもね。この、あ、五分の四ってやつのパンフレットの二十一ページにもね。この竹下先生長のおるんやけど、フランスで活躍しますよ。ね、もうフランスの第一人者になっとるからね。後、うん、と,とあります。いやーすね、あー、特にないですか。はい、もうすごい人ですよ。見かけもなんかすごいけどね。<laughs> えー、そんな感じです。 はい、あとは何でしたっけ？<あ>メッセージ。そうですね。あの、うん、本当に便利知識。 って辛いこともあの勉強しているとあると思うんですけれども、うん、私はそういう時はあの初心に帰ると言いますか、まあ、何で目指したのかっていうところと<ー>ま自分でこう目指したのを決めたっていうことをこう自分に問いかけながら、うん、あまあただあまりあの落胆したりしすぎずにちょっと楽観しもして、うん、あ,のあとはまあ先生の本当に教えていただくことを忠実に守っていればあの必ず。 合格に導いてくださると思いますので、はい、本当にそれを信じて、あとまあ自分も信じて、うん、で試験の当日にピークを持っていくというのを本当に意識してあのやっていけばあのよろしいのかなと思います <laughs> い。いやいいといったね、あの自分を信じて、先生を信じてと、はいはい、これだねやっぱり、あこのやっぱね信頼関係大事だよね、うん、本当にそう思います。 それがこううまいことね、こう歯車が噛み合うことでね。一気に合格いきますよ。だから、さっきも何回も言ってるけど、松田さん年代はそんなパッとしなくんだけど。あの、後でね、まあ担当う、受かって、それをこうきっかけに。なんか俺のアドバイスを忠実に聞いて。受かって。ね。そして今に至るというところだからね。まあ、あの、松田さん以外にもね、なんかそういうパターンで受かってる人いるんですよね。年内パッとしなくて。 徐々にこう調子を上げてきてね、うん、で受かったみたいなね。そう、あ、実はね、これ、これいいですかね、お店しま<い><だ>はい、いいね、大丈夫だと思います。あの、これね、嬉しいですね。非常に嬉しいですよ。これ、あ、いいですよ、別に。ね、<laughs> これ、あの、あれ、宮口クラスの一発合格者六人集ですわ。ほら、一二三四五六。ありがとうございますね。まあ、これで、あの、嘘なしっていうこともね、証明できるんですけど。<laughs> あのー、もう本当に一発合格者全員がね、要請書きしてくれて、本当ありがとうございます。で、さらにですね、さらにもう嬉しいことに、今日私私がこうしてるネクタイですね、<laughs> これ、ありがとうございます。<い>えー、これもあの合格者の方々で買ってくれて、ありがとうございます、これね、ちょっと見,見せておこうがいいですよね、皆さんに、ね、縁起物やからね、<laughs> これね、ちょっと見えますかね、あれ、ほら、だるまですよ、だるま。 必勝だるまですからねだるまあネクタイですよ。でということでね私これ気に入って最近授業でもさせてもらってますよかった、ええ、です。あとあのもう一つラーメンのねネクタイもいただいてあれも気に入ってはいるんですがただあの、はい、電車に乗ってるとですね<え>なんか視線が私の方にこう <laughs> 来ると、ねまあ、これもそうかもしれませんがあのラーメンネクタイの方がより一層こう。<laughs> 視線を感じますね <laughs>、えー。ありがとうございます <laughs> <laughs>、えー。ということで縁起物でございますがこれね。あこれ面白いねこれ何気にさ目が二つ入っているやつを一つのやつがあるんだね。そうなんですね。あそうそしたらねまた来年合格者出たら今度俺がこう, <laughs> そうです丸つけていいですかねこれマジックかなか、ね、<laughs> ぜひはい。本当ですか。はい、<laughs> <laughs> 本当って思ってますはい、えー。はい。<laughs> はい、ありがとうございます。<laughs> ということでね、まあ、合格者座談会というかね、座談会というか、2人で喋ったんだけど、<laughs> はい、そこでです、ねまあ、もう、松田さんに対する質問は終わったんですが、ここで一つ、ですね、俺にも一と言言わせてくれっていうのがおるんですわ。だから、あのー、って言ってもいないんで、俺が代わりにね、ちょっと、あのー、俺にも一と言言わせてくれっていうものがおりますんで、ちょっと一と言言わせてください。ね、はい。 これはの私の,、ね、あの写真ですがあの宮口クラスで、ね、あの担任副担任制みたいなあ他の先生もそうなんですけどであの副担任の先生がいるんですよ、ね、こういうにほらあのちょっとさだまさしみたいな雰囲気のがおりまして2012年に合格を現在は特許事務所に勤務。 レックでは論文対策のゼミ担当しますとナビゲートナビゲートゼミじゃねえわレベルアップゼミってやつをねそれであのもうねまあ私もあの安斎先生とコンビ組んでね相当長いですよええー、あのもうなんていうかまあうまいことねずっとやってますねまあチェンジもすることなくでそんな中ですねあのちょっとえっ、ー、と安斎先生の えー、チューター制度っていうのがあるんで最後にねちょっとそれだけ言わせてださいよ、ねえー、あの入門、えー、オプション講座っていうのがあってね合格ナビゲートゼミっていうのがあるんですがこれはあの標準装備じゃないよオプションでねで、あのーまあ、回数入門ナビ論、えー、基礎ナビ、えー、短基礎ナビっていうのがあってねでそれを取ると教えるのは俺なんだけど、えー、安斎先生による チュータ専任便利宗教委員会のさだまさしとか言われてる言,言ってるの俺しかいないらしいんだけどどうも、ね、あのによるアシストを受けることもできるいわば小中学校の担任副担任制度みたいなものであると。ね、で安西先生もね最近あのあの「イヤヨシリーズだとか「マドプロ」シリーズとかね単発的な講座やってるんであのそういうその隙間的なところをね、えー、埋めることも でできますんで、まあ、私のこの機関講座を取りつつ、えーまあ、さっきあのね松田さんも取ってくれた「あのタンレボ」だとかね「リソゲン」だとかあ「ヤマゴロ」だとかいろんなねその隙間的な講座あるからねあの安西先生とかの講座もあるんでねそういうそのところがやっぱりねこの宮城草薙大勢のね合格者が出る秘訣じゃないかなとこのように思っております。はい じゃ松田さん、今日ね、あのー、仕事で忙しい中ね、あのー、今日本当ね、ありがとうございます。ありがとうございました。ね、えー、ありがとうございましたね。もう絶対にね、あのー、いい弁理士になれると思いますんで。ね、<laughs> これからもまた頑張ってね、たまにあのー、<laughs> はい、新宿へ出たら遊びに来てくださいよ。ありがとうございます。ね、はい。あのー、今日松田さんね、あのー、ほら、いつも俺、ここで、こう、教えてるわけだけど。 今日なんか楽しみにしてしたみたいですね俺がここで教えてるどんな雰囲気かちょっと最後に感想どうですかこのスタジオあ、なんか思ったよりもこう思ったよりなんでしょう狭いと言いますか狭いですかこれ狭いんですよそうなんですかもっと狭いところいっぱいありますよなんかこう見ていたイメージとちょっと違違いました結構孤独なのではないかなと孤独ですね孤独ですよそうですね眠くなりますね でもすごくあの楽しみにウェブの授業も本当にあの、えー、拝見していたのではい、はい、あのどんな感じなのか興味があってあそういうことですか、はい、こんな感じですか <laughs> ね <laughs> いやマスさん本当ありがとうございました、はい、ありがとうございましたまた今後ねあの弁理士目指そうと思ってねあの宮崎クラス来てくれる人もまた大勢いると思いますんでね。 またあの合格者の集いとかやりますから、はい、ぜひ来てくださいよ。はい、ありがとうございます、ね。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございました。はい、えー、ということで、えー、この辺にしたいと思います。<laughs>